こんにちは。ニュースでもありましたが、今夜から広い範囲で湿った雪となりそうです。明日朝にかけて予想される雪のエリアです。白は積もるエリア、そして青は降るエリアとなっています。特に今夜からは後志市から札幌を中心に雪雲流れ込みやすくなりそうです。明日朝にかけて多いところ10から15センチくらい雪が降りそうです。明日の朝は車の雪落としなど必要なところもありそうです。では今の札幌の様子です。今の気温は8度ちょうど。明日朝は中心部でも芝生の上はうっすら積もる可能性があります。時間ごとの天気、道央と道南です。札幌など道央は昼過ぎはにわか雨にご注意ください。夕方以降道南から雨が降り出し、内陸は次第に雪に変わるでしょう。札幌の山沿いは明日朝にかけて最大10センチの予想です。東北とオホーツク海側です。この後大気の状態不安定になります。竜巻や落雷にもご注意ください。雪は日中はちらつく程度となりそうです。太平洋側です。今夜は胆振と日高の山間部を中心に雪が降りそうです。明日朝は積雪、凍結にご注意ください。では週間予報です。明日は日中一旦雨に変わりそうです。ただ夕方以降再び雪が降るでしょう。明後日朝にかけてさらに10から15センチくらい降りそうです。太平洋側です。こちらは平地は晴れるところが多くなります。ただ朝の冷え込みは強まるでしょう。